はいどうも、村ヤンです。現在は三宮の方におります。まあ、本日はね、あのシュガー TV さんとのコラボで、まあ、今から大阪の方に向かってね、あのおもてなしを受けるということでね、楽しみにこの日を待っておりました。まあ、どんな美味しいものを食べさせていただけるかね、楽しみでね、今からね早速電車乗ってね、大阪の方に行ってきたいと思いますので、それでは乗り過ごさないように気をつけて行ってまいります。それでは早速大阪に向けて出発したいと思います。ワクワクドキドキでございます。さあ環状線乗り換えて新今宮到着。通天閣も見えている、いい感じの場所でございます。はい、新今宮駅に到着しました。早速シュガー TV さんとの合流が済みましたので、ご紹介させていただきたいと思います。シュガー TV 様でございます。よろしくお願いします。今日はね、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい、今回ね、あの大阪編ということでおもてなしを受けにね、大阪までやってきました。美味しいね料理とね、綺麗な女性をね紹介してもらえるようにこちらでも頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、今回はこちらのお店に行っていきたいと思います。店内もカウンターのみですが、いい感じのお店でございます。ドリンクメニューまっこりもある。焼肉ね、美味しそうでしょ。何を食べようかな。お、これもうまそうだ。大阪に来ました。大阪での乾杯。乾杯。お疲れ様です。早いな。うまい。このね、海苔とね、韓国海苔とね、エゴマがね、美味しいんですよ。肉もめっちゃ美味しそう。これね、はい、おいしい。米にはね、絶対合いますよ。私も同じようにね、こうつけてね、ご飯を食べたいと思います。あ、やっぱこの食べ方がね、最高です。そういうお店をね、見つけます。こちらのお店を見つけるまでにね、1時間ぐらいね、西成をね、ずっと歩いてね、なかなかね、難しいんですよね。結構ね、あの西成の方はね、カラオケのね、居酒屋が多いんでね、もうあの歌をね、歌ってるお店とかがね、多いんでね、これはね、あの撮影はね、許可出るんですけど、著作権がね、音楽がね、ちょっとダメかなと思うね、お店が、ね、多かったんで、なかなかね、撮影まではできなかったんですけど、うん、でもね、歩き回ってね、お腹を空かしたおかげでね、よりね、美味しかったです。この一つ一つね、肉がね、むっちゃ美味しいんですよ。これ、柔らかいし、タレもね、焼肉のタレもね、むっちゃ美味しいし、一品一品ね、最高でした。うん、
うまい。もうね、お酒もね、よく進んでね。まあ、西成の方でね、他のお店もね、あの何軒か食べたり飲んだりしたんですけど、まあ、こうやってゆっくり撮影させていただきました。こうシュガさんにね、もう肉をね、焼いていただいてね、おもてなしを受けています。これ、この肉がね、やっぱ美味しいんですよ。もうなんか、美味しい肉食べてるとね、あの黙っちゃいますよね。もう、うめえなぁと思いながらね、もうそんな話ばかりになってました。お野菜もね、食べとかないと。さあ、またお肉焼いていただいております。ただいまおもてなしをされております。肉焼かしたらどうよ、いちゃで。さあ、こんな韓国のりで巻いて米おかわりしてます。米好きなんでね、やめられないなと。さあ、追加の肉もまたシュガさんに焼いていただいております。うまいよね。まあ食べ過ぎちゃいます。食べてもらわなあかんからね。おもてなしですから。おもてなしされてます。あのいつかね、あのムライアンとあの仲間集めて、ね、オフ会なんかもしたいと思います。来たい方はどしどしあのコメントでね、行きたいって書いてください。OK ですね、ムライアン。OK です。でね、本当にね、いいお店多いんでね、もうぜひね、来ていただきたいなと思います。人情味あふれるね、お店でね、美味しいね。まあ結構ね、あのホルモンとかね、串カツとかね、めっちゃね、大好きなものばかりがね、食べれるんです。しかもね、むっちゃ安い、お手頃な価格でね、美味しくね、楽しく飲める。これが西成のいいところでございます。はぁ、美味しかった。ごちそうさまでした。お、いいところに有名人のステッカーが、なんか見たことある人のステッカーもありますよ。はい、大阪コラボ編どうでしたでしょうか。とてもね、美味しいね、焼き肉屋さんでした。そしてね、あの綺麗な人もね、いました。いましたよ、本当に。ぜひね、あの大阪ね、あの西成に来た時にね、あのこちらのお店、また概要欄に載せますんで、あの来ていただけたらなと思います。またね、今後もね、あのシュガー TV さんとコラボをいろいろ考えておきますので、その時はまた見ていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、帰ろうか。遠足は家に帰るまでが遠足でございます。本日はありがとうございました。次回もよろしく。